皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。事件から38年目の朗報です。福井市で1986年、中学3年の女子生徒が殺害された事件で、服役した男性が求めた2回目の裁判のやり直しイコール再審について、裁判所が23日、認める決定をしました。写真を見る、再審に新しい風が吹き始めている。 福井市の中産女子殺害名交際金沢支部が再審開始認める野崎窓か記者リポート再審開始の文字裁判のやり直しが認められました前川昌司さん恵みの中でこの38年間過ごしたかなという風に思ってますのでとりあえず良かった何回も言いますけど浮かれるわけに徘徊ないということは自分で戒めたい1986年福井市の市営住宅で 留守番の中学生が殺害事件は1986年3月、福井市の市営団地で発生、留守番をしていた中学3年の女子生徒が包丁でめった刺しにされ死亡しました。名古屋高裁金沢支部は関係者らの証言が大筋で一致しているとして、前川昌司さん59歳が懲役7年の判決を受けました。物的な証拠がなく 捜査段階から無実を主張していた前川さんは、出所後の2004年に再審を請求。一旦は認められたものの、検察の申し立てにより取り消されたいきさつがあります。前川さん目撃情報の矛盾、警察は認知していた2回目となる最新請求で弁護団は検察から287点の証拠開示を受け、捜査報告書などを新たな証拠としました。この中で、 血のついた前川さんを見たと話した男性が直前に似ていたとするテレビ番組が、実際は事件の翌週に放送されていた矛盾を警察が認知していたことが分かりました。さらに男性は、自身の犯罪を見逃す見返りに、前川さんの関与を認めるよう求められるその証言をしたと明らかにしました。裁判長、新証拠は無罪を言い渡すべき明らかな証拠。 名古屋高裁金沢支部の山田浩二裁判長は23日ありもしない体験を述べる供述が警察官の誘導で作られたことが認められる新証拠は無罪を言い渡すべき明らかな証拠として再審開始を認める判断を示しました前川昌司さん先日袴田が無罪が出まして再審に際して新しい風が吹き始めていると私は感じている その最新の風をより後押しすることになるのではないかと僕は期待している事件から38年司法のあり方が改めて問われていますどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう